マンライーイ王は、ラーンナ王朝の創始者。元はピン川地域の大族勢力の首領であったと考えられ、クメール人やモン族を、現在の大北部地域から排除し、現在の大北部地方の基礎を作った。1238年10月2日に、マンラーイはヒランナコーン軍ヤーンで、クンシュパヤーラオメンと、チエンルン出身のナーンテープカムカーイの間に、息子として生まれた。 ラオチョン王家二十五代目の君主とされている。即位の際には、ラオチョンの正式な君主であると宣言し、ラオチョン家の人儀を相続している。即位後は、即国領土拡大を拡作し、周辺、ムアン諸国に同盟するよう呼びかけた。同盟に応じればその国の王に引き続きその国の統治を認め、拒否すれば攻撃して併合し、代わりに、 自分の親族や家来を派遣して当地に当たらせるという方法を取った。この方法で4地域を次々と併合していった。モンゴル帝国の勢力が雲南地方まで到達すると1259年から当時の首都ヒランナ高温群や案より南に新首都の建設を開始1262年には新首都地エンラーイに遷とした。1276年には パヤオを攻撃しているが、途中で攻撃を中止し、逆に、パヤオのガムムアンと、意気投合しかたい同盟が互いに結ばれた。マンラーイは、チャオプラヤ側支流のピン川沿いにある、都市国家、ハリプンチャイから来た、モ族商人から、莫大な利益をもたらす中国との貿易は、内陸部よりはむしろ、大量に輸送が可能な商船が来やすい、タイランド湾に通ずるチャオプラヤ側の支流を、 掌握した方が良い。つまり、上流から運べば、チャオプラヤー下流に来ている、中国船と商売ができるという話を聞き出し、ハリプンチャイの領有を拡作する。マンナー岩1287年までに軍備を増強し、ハリプンチャイの都市の一つ、ファーンを要塞化、パヤオのガムムアンやスコーターのガムムアンと同盟を結び、南方と東方の安全を確保した上で、スパイのアイファーという人物を、 ハリプンチャイに送り監視させた。1292年にアイファーの合図とともに、ハリプンチャイに進行、陥落させた。マンラーイはこの後、2年間ハリプンチャイを統治したが、アイファーに統治を任せて放棄し、しばらくの間ウィエンクムカームニ首都を建設しようとして、滞在した。その後同ステープ付近に、都市の建設に好ましい土地を見つけたためそこへ移転する。これが、 現在の遅延前である。晩年のマンラーイは主に内政の強化に没頭した。その内政ではハリップンチャイの影響を受けた混高文化が花開いた。マンラーイは内政を安定させるため基本法典の整備を行ったがこの時参考にしたのがモン族の法典である。これはマンラーイ法典として後にタイが近代的基本法典を整備するまで、 法典の権威となった。仏教も文族的な神座部仏教が一般的になった。晩年のマンラーイも戦争を行っていなかったわけではなく、むしろモンゴルの軟かに頭を痛めていた。1299年には、モンゴルの操り人形と化した、パガンの王に攻撃されていたシャン族の地域へ軍を送り、モンゴル勢力を牽制している。1301年にはモンゴルが、 チェンルンに攻め込んだため、こちらへも軍を派遣した。これは1311年にマンラーイガラクライによって死ぬまで続き、結局チェンルンはモンゴルの超工国となった。ありがとうございます。